So, do you remember this expression? しかないんですが from the last program? 小柳さん、お弁当は？はい、こっちに入れました。はいはい。それから、安藤さん、敷くものは？これ、1枚しかないんですが。大丈夫です。じゃあ、これはここ入れましょう。そうですか。じゃあお願いします。はい。それから、児玉さん。はい。帽子が2つしかないんですが。2つしかないんですか？困ったな。私はこれをかぶっていきますから結構です。よかった。じゃあ、これ児玉さん、どうぞ。はい、どうも。They were using this expression as they were getting ready to go to the seaside. Anyway, today we'll watch the last but one episode of Yan's story where Yan received some good news. Let's see what the news is. この手紙、いい知らせですよ、きっと。僕もそんな気がしますね。ヤンさん、何をしてるのかな。早く来ないかな。ヤンさん。おはようございます。おはようございます。今日いい天気ですね。すっかり暖かくなりましたね。おはようございます。ヤンさん、挨拶なんていいから。早く、この手紙を開けてください。手紙？そうですよ、早く早く。これはきっといい知らせですよ、ヤンさん。そうだといいんですが。ヤンさん、早く読んでくださいよ。はい。ヤンさん、どうだったんですか？僕の設計が採用になったそうです。やったおめでとう。おめでとう、ヤンさん。おめでとう。ありがとうございます。井上さん、やっぱり送ってよかったですね、ヤンさん。ありがとう。皆さんのおかげですよ。どうもありがとうございます。いや、よかった、よかった。採用になると思っていたけどね。本当よかったわ。これは大ニュースだよ。そうだ、ヤンさん、このニュースみんなに知らせなくちゃ。そうそう、みんな喜びますよ、きっと。はい。でもその前に坂田先生にご報告した方がいいんじゃないですか？そうですね。まず先生にご報告しなくちゃいけませんね。きっとお喜びになりますよ。おめでとう、ヤンさん。ありがとうございます。お茶でも飲みましょう。はい。そうですか、ヤンさん、お国に帰るんですか？ええ、
加藤さんにはいろいろお世話になりっぱなしで。まあそんなことはいいんですよ。それより杏さんいつ帰るんですか。まだはっきりは決めていないんです。でもなるべく早く帰ろうと思っているんです。そうですか。いや、ヤンさんと会えなくなるのは寂しいですね。加藤さん、僕が設計した公団住宅をぜひ見にいらっしゃってください。ああ、そうですね。女房と二人でヤンさんの作品を見に行きますか。ええ、ぜひお待ちしています。え、本当ですかヤンさん。そいつはめでたいや。早速お祝いをしなくちゃいけませんね。ねえ、こちゃん。そうそう、捕らえなくちゃ。いや、お祝いなんていいですよ。何言ってるんですかヤンさん。こういう時はみんなでお祝いするのが当然ですよな。あ、そうそう、当然当然。それでいつにするの。じいちゃん、こういうことは早い方がいいよね。そうそう、場所はどこにするの。場所な。いや、ヤンさんの設計した家が建つのはめでたい。でもヤンさんが国へ帰っちゃうのは寂しいやんな。そうそう、せっかくヤンさんと知り合いになれたのにな。ほんと残念だよ。ねえ、今度皆さんで僕の国へ遊びに来てくださいよ。そうすればまた会えますよ。あ、そうだそうだよ。今度みんなでヤンさんの国へ遊びに行きませんか。ええ、ぜひ皆さんで来てください。私は外国旅行をしたことがありませんからね。それは私も外国旅行したことはありませんよ。え、池内さんも外国へ行ったことがないの。うん、私も行ったことないもの。これじゃあヤンさんとこ行くのは無理ですよ。大丈夫ですよ、簡単ですよ。ぜひ皆さんで遊びに来てください。空港まで僕が迎えに行きますよ。どうです、思い切ってみんなでヤンさんのお国へ行ってみませんか。え、大丈夫かな。うん、思い切ってやってみますか。そうそう、意外に簡単かもしれませんよ。そうかな。そうですよ、何しろヤンさんがいることなんだから。なんか分かんないことあったらね、全部ヤンさんに任せちゃう。そうだよ、大丈夫ですか。大丈夫、何にも鬼に金棒ですよ。そうですか、ヤンさんやりましたね。でもね、そのためにヤンさん国へ帰らなくちゃいけないんだそうですよ。そうですか、ヤンさん帰っちゃうんですか。寂しくなるわね。寂しくなりますね。Did you get what Yan's good news was? One morning, Yan got a letter from his home country. It contained the news that Yan's design had been chosen in the competition. After reporting this to his professor, Yan went to see Mr. Kato to tell him about it too.Mr. Kato was delighted to hear the news, but at the same time, sad to know that Yan will be leaving Japan soon. That evening, at the public bath, people congratulated him warmly when they heard his good news. But they too were sad to think they'll have to say goodbye to him soon.Just when they've become such good friends. Well, that's what happened in today's episode. Today, let's focus on the scene where Mr. Kato expresses his feelings on hearing Yan's news.そうですか、ヤンさんお国へ帰るんですか。ええ、加藤さんにはいろいろお世話になりっぱなしで。まあそんなことはいいんですよ。それよりヤンさんいつ帰るんですか。まだはっきりは決めていないんです。でもなるべく早く帰ろうと思っているんです。そうですか。いや、ヤンさんと会えなくなるのは寂しいですね。ヤンさんと会えなくなるのは寂しいですね。ヤンさんと会えなくなるのは
寂しいですね。When Mr. Kato heard that Yan would be leaving, he said, Yan さんと会えなくなるのは寂しいですね。Yan さんと会えなくなるのは寂しいですね。寂しいですね means it's sad. But what's he saying is sad? Let's watch once again.そうですか。ヤンさん、お国へ帰るんですか。ええ。加藤さんにはいろいろお世話になりっぱなしで。まあ、そんなことはいいんですよ。それよりヤンさん、いつ帰るんですか。まだはっきりは決めていないんです。でも、なるべく早く帰ろうと思っているんです。そうですか。いや、ヤンさんと会えなくなるのは寂しいですね。ヤンさんと会えなくなるのは寂しいですね。ヤンさんと会えなくなるのは寂しいですね。Did you get it? It's a bit difficult, isn't it? ヤンさんと会えなくなるのは寂しいですね。ヤンさんと会えなくなるのは寂しいですね。会えなくなる means to no longer be able to see someone.He said that no longer being able to see Yan is sad. So, this expression using noa is used to focus on a certain topic and give your opinions about it. Let's hear some more examples. あ、おはようございます。バイクで行くんですか。ええ、気持ちがいいですよ。でも私、バイクに乗るのは初めてなんです。大丈夫ですよ。はい、これ。はい。いいですか。運転は任せてください。本当？いいですか、しっかり捕まっててくださいよ。あら、混んでますね。大丈夫。バイクは便利ですよ。ほらね。あー、ほんとだ。バイクは便利ですね。でしょ。小柳さん、どうですか。バイクで走るのは気持ちがいいですね。え？バイクで走るのは気持ちがいいですね。本当ですね。バイクで走るのは気持ちがいいですね。Riding a motorbike looks great fun. Anyway, we've just heard two different ways of focusing on a certain topic. First of all, バイクは便利ですよ。バイクは便利ですよ。 Here, Ando-san is talking about bike, motorbikes in general, saying that motorbikes are convenient. バイクは便利ですよ。 On the other hand, バイクに乗るのは初めてなんです。バイクに乗るのは初めてなんです。She said it's her first time to get on a motorbike. Here, 乗る means to get on. And Kodama-san said, バイクで走るのは気持ちがいいですね。バイクで走るのは気持ちがいいですね。He said,
riding a motorbike feels great. Here, 走る means to ride. As you can see, when you focus on a verb such as 乗る or 走る, you always have to put の before は. Now, let's see some more examples of this のは. 無理ですよ means it's impossible. So, this expression will mean to do something is impossible. 乗る To get in. いいな、いいな。よいしょ。どうぞ。何するんですか。いいですよ。いや、私も乗せてくださいよ。小玉さん、4人乗るのは無理ですよ。そんなこと言わないで乗せてくださいよ。小玉さん、4人乗るのは無理ですよ。大丈夫、大丈夫。よいしょ。小玉さんが乗るのは無理ですよ。大丈夫、大丈夫。泳いでいく To swim somewhere もう全くこらまさかねえねえ、そらまさん4人乗るのは無理ですよどうもすいませんでした足腰無理ですよでも私の帽子が児玉さんが言ってくれますよああそうそう児玉さんが言ってくれますよあいやいやいや泳いでいくのは無理ですよ児玉さん取ってきてください、ね、ててさ い, いやあそこまで泳いでいくのは無理ですよいいから私の帽子を取ってきてくださいHakobu To carry.Did you get how this expression can be used? Noru. Noru no. Noru no wa. 4人乗るのは無理ですよ。泳いでいく泳いでいくの泳いでいくのは
あそこまで泳いでいくのは無理ですよ。運ぶ、運ぶの、運ぶのは、一人で運ぶのは無理ですよ。 Before Noah, you have to use a verb in a plain form. We just saw some examples of this expression for saying, to do something is impossible. But of course, you can also give other kinds of opinion here as well. 飛び込む To dive in 危ない Dangerous ここから飛び込むのは危ないですよ。小柳さん、小柳さん、はい、ちょっと危ないですよ。どいてください。児玉さん、そこから飛び込むんですか？そうですよ。ダメダメ、そこから飛び込むのは危ないですよ。大丈夫大丈夫、行きますよ。うわあ、難しい difficult 取るのは難しいですよ。はい、はい、何をしているんですか？あ、魚がいっぱいいるんですよ。おお、本当たくさんいますね。でもこれ取るのは難しいですよ。お、お、じゃどれどれ。よいしょ。小玉さん、小玉さん、あそこ、そこ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 。あれ。あ、こっちこっちこっち。こっち。お。よいしょ。何もいます。よいしょ。あ、小玉さん、こっち来た、こっち来た。こんなにたくさんいるのに取るのは難しいでしょ。取るのは難しいですね。食べる To eat 楽しい Fun 海を見ながらみんなで食べるのは楽しいですね。そうだね、皆さん、ここでお弁当を食べましょう。あ、いいですね、食べましょう食べましょう。いや、海を見ながらみんなで食べるのは楽しいですね。本当楽しいですね。Today we learned some expressions using Noah.
Well, we'd like to say goodbye from this beautiful seashore. さよなら。さよなら。